大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあついに残り8チームとなりました初代シックスメンタッグ王者決定トーナメント、今日も4試合をお届けしてまいります。ではまず忍び組対勘組からやってまいりましょう。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドのスチーム版でコンピューター同士の対戦に実況をつけて遊んでいる動画です。さあいよいよ試合が始まりました。左、おお、いきなり毒斬りが出ましたが、忍び組ですね、忍び、マイク・ベイリー、タイガー・マスクですね、ウィングチキンさんが選んでいただきました。で対する、赤コーナーの方、右側ですね、キラー・カーン、タイガー・戸口、藤原義明、これはオーナーである私マスクと西岡が選んだ試合ということですね。32チームエントリーがあった、このシックスメンタッグの初代チャンピオンを決める戦いもついに8チームに絞られました。今日4試合行いますので、これが4チームに、なりで、次回の放送次回の動画で優勝まで決める、初代チャンピオンを決めるということに予定ではなっていますと。でこれを YouTube に上げている日が10月の12日のはずですので、毎度おなじみプロレス今日は何の日のコーナーですが、 10.12 ですね、1969年、東京プロ、これはですね、猪木が新団体東京プロレスを旗揚げということです。かつて力道山が気づいた日本プロレスというのは、もともと日本で一番最初にできたプロレス興行団体というんですね。でそれを、猪木が離脱して、で豊ノ堀さんと、新しい団体を作ろうということになって、そして猪木をこうエースに立ててやったというのがこの時ですね。メインはジョニー・バレンタインと一騎打ちいましたね。ジョニー・バレンタインさん、ジョニー・バレンタインさんって確か飛行機に乗ってて移動中に飛行機が落ちて亡くなってないんか、大怪我したんじゃなかったですね。まあ場外でアントニオ・ドライバーを繰り出しリングアウト勝ちとありますね。アントニオ・ドライバーっていうのはパイルドライバーみたいなんじゃなくて、スープレックスの、首を掴んで後ろにぶん投げるやつですね。ファイプには何ていう技でしたっけ、なんとかかんとかっていう技でしたが、ちょっと忘れちゃいましたが、という技だったということで、 10.12 は、東京プロレス旗揚げと。1966年って言ったら僕がまだ生まれていない年ですからね、さすがにこれは文字面ぐらいでしか知らないという状況です。さあ試合の方に集中、あそうか、余談を先話しておきましょう。これを収録しているのが10月の10日なんですけどもね、昨日ですね、10月の9日にニュースで、かつて元横綱であり元プロレスラーである輪島さんが70歳で亡くなったというニュースがありましたね。ブログにもちょっと書いたりしたんですけども、世間的にはやっぱり相撲で対戦して横綱としてこう大記録を打ち立てた人、スピード出世とかね、プロレスラーじゃない、相撲取りなのにランニングで体を鍛えたとか、そういうこう新しい風を相撲界に吹き込んだという意味でも、いろんな意味でも、実力も備えててということで、相撲取り横綱っていうイメージがあると思いますけど、僕の中では元プロレスラーとしてね、1988年ぐらいだそうですね。ちょっとブログ書くために調べたんですけど、全日本プロレスにやってきて、わずか2年でひっそりとプロレス界から去ることになるんですけども、いろいろね有名な話があるんですけども、デビュー戦がタイガー・ジェット・シンとのシングル戦ね、国内デビュー戦、それでもういきなりタイガー・ジェット・シンの洗礼を浴びるとか、あとは、前田明が長州力をの顔面を蹴って、顔面襲撃事件というのがプロレス史には残るはずなんですけども、残っていますけども、この事件の
簡単ではないですけど、前田明が、天竜と輪島さんの試合を見て、天竜さんが輪島さんの顔面をボコボコに蹴り上げる、そのシーンを見て、このままではいかんと危機感を感じて、で前田さんが、長州さんの顔面を試合中サソリ固めを仕掛けるところを後ろから一応肩はポンと叩いたというけど手が使えない状態、無防備な状態で顔面を蹴ると、その試合で長州の顔面を腫れ上がり、そのこれは一大事だということでトラブルを空気を読んだ高田が長州のラリアットでしたよね、確かラリアットから、すぐにピンフォールを奪われて試合をわざと終わらせると、あれもシックスメンでしたね、シックスメンタッグでの試合でした。まあ、それがきっかけで前田は新日をまた追われる羽目になり、そこから UWF、二次 UWF が生まれるんでしたっけ、ね、っていうまあ経緯があるんですよね。だからまあその元になったのは、まあ、天竜さんが仕掛けたって言ったら新日仕掛けたんですけども、それをまあド迫力の顔で受け止めてた輪島さんだったという経緯が一応あるのはあるんですよね。長州は怪我したけども、輪島さんは怪我しなかったと、まあ、してるんでしょうけどね、実際は。ただまあそれで問題にならなかったというところもありますよね。まあ、だから僕としてはプロレスラーの輪島さんっていうところでこうなんか思い出に残しておきたいというようなことがあるなと思いながらちょっと見ていましたけどもね。まあプロレスラーの方が誰にしろ亡くなるのはやっぱり残念なことで、またね、この WMW でもいつかは、輪島さんを再現したいと思います。ゴールデンレフトボンバーでしたっけね、ゴールデンアームボンバーでしたっけね、あの技を再現したいと思います。ということで試合の方に集中していきましょう。試合時間13分が経過して、藤原組長が意外となんかやられてたような気がするんですよね。青コーナーのスピーディーな攻撃に赤コーナーがちょっとついていけないという感じもしましたが、まあ、初代タイガーと藤原組長との戦いというのはなかなか見応えがあるというか意味深なものですね。お、タイガーがコーナーポストからダブルニードロップ、これは、そして冷静にタッチ、いいですね。青コーナーはクイックタッチが、売りというか足が動くの、足が速いですので、カットプレーにもタッチプレーにもちょっと有利と言えるところでしょう。まあ、ここまで勝ち上がってきた赤コーナーも当然この藤原組長の脇固め、などで決められる可能性がありますが、これはカット、タイガー戸口間に合わないが、まあ2で返したと。先ほどから合体攻撃に関しては赤コーナーの方がお、くるくるドカンというやつね、スーパースターエルボーですが、さあこれで藤原組長に決めにかかったとしてもカット、でもこの数秒でカウント、ギブアップが奪われる可能性は十分あります。さあ逆に藤原組長は脇固めで忍びの腕を伸ばしにかかりますが、まだ余裕がありそうです。さあ走り込んで丸め込みましたが、おお、カウント 2.9、 ここはもう完全に青コーナーが押せ押せの状態。さあこのまま忍びが藤原組長から3つを取るところまで行くのか。試合時間は17分経過ですが、ここで藤原組長がキラーカウントタッチ、お、ここで場外でのエプロンでのバックドロップ、タッチしたばかりのキラーカーンに対して忍びが先制パンチというのでしょうかね。これはね、これは赤コーナーにとってはかなり不利な状況になってきました。さあいち早く忍びがリングに戻りましたが、キラーカーンは戻りましたね。さあ血染めのキラーカーンが忍びに対してこのままやられるのか。オーナーとしてはカバーに行きますが、これねちょっと忍びがね一人で攻撃する時間がちょっと長いので、そこがちょっと気がかりなんですよね。
体力に余裕はあっても気力がね奪われてる可能性もあります。さあキラーカーンがバックは取らずに背中を思いっきり切り上げるという感じからのフォーアンドアロー弓矢固め、これはまあ白身まだ大丈夫ですが、ここですね、この STF で返したところをカットに誰もいけないという状況、こういうところが明暗を分けるというところですね。まもなく試合時間20分、キラーカーンがダブルアームスープレックスで忍びを投げました。おこれは必殺技ダイビングダブルニードロップ、あのニューヨークを沸かせ WWF のトップに立ったダイビングダブルニードロップですか。忍びはこれちょっと帰りたいところ、いやクロスチョップからのカバー、しかしこれはカットに入りますね。さあキラーカーンが倒れていますが、これを忍び、あーバックは取りましたが走って、あ逆にキラーカーンがダブルニードロップからのカバー、タイガーマスクはこれはカットに入る。さあ忍びがなかなかタッチに行けないというのが多分困ったところ、モンゴリアンチョップですが忍びが後ろからソバット、タイガーマスクにここでタッチ、タイガーマスクがそのまま続けてダイビングヘッドバット。さあこれは一気に青コーナーの方が優勢となりましたが、キラーカーンもなんとか返す、そして再びダイビングダブル、いやーこれを外される、代わりにタイガーマスクがダイビングヘッドバット、これでジャーマン高角度藤原組長が入ってくるがカット間に合う、カウント2-9、おおヒヤヒヤする。さあもうタイガーマスクとキラーカーンという、まあ、一応キラーカーンが先輩なんですけども、キラーカーン曰くタイガーマスクが入ってきた時にこの才能は素晴らしいものを認めてましたからね、タイガーマスク。さあうー佐山さとるのね。さあここでキラーカーンはタッチにまだ行こうとしない、タイガー戸口もあタッチに行きましたね、ここでタイガー戸口に変わる、ここでタイガー対決、タイガー戸口対タイガーマスクということになりました。タイガー戸口としては変形のパイルドライバー必殺ですね、これに持ち込むことができればということですが、あー決まってしまったタイガーマスクのこうなんていうんですかね、攻め疲れたところを一気にタイガー戸口が狙ったというところでしょう。この赤コーナーの不敵な笑み、誰一人喜んでいないという気がするのはオーナーの意向を組んでということなのでしょうか。ここで忍び組が敗退となりました。ウイングチキンさんごめんなさい、勝っちゃいました。はい、試合時間24分7秒、逆片エビ固めでタイガー戸口がタイガーマスクからギブアップを奪った試合でした。試合評価は 95% でしたね。はい、では次の試合に参りましょう。表側ですね、これ表、あ、言い忘れてましたが、上の4組が、表、つまり最初の32名、のトーナメント1回戦で勝った方のチームということになるわけですね。はい、では行きましょう。トニーホーム組対ハヤブサ組の試合です。いやー、はい、まあ勝っちゃいましたけどもね、まあまあこうなると完全に視聴者の皆さんとオーナーとの対決という図式が着々と進んでいる気がしますが、左青コーナーの方、トニーホーム、ボルクハン、ゲイリオブライトを選んでいただいたのが赤松さん、エントリーありがとうございます。で、右側赤コーナーですね、ハヤブサ、グラジ、交互組を選んでくださったのがドキドキさんです、ありがとうございます。しかしこの2つもどちらかが負けて消えるということになってます。このトーナメントの恐ろしさということになりますね。で、前回もちょっとお話ししましたけども、この今現在トーナメント8チームが、残って争うという形になってますが、ベルトはこれまだかかっていないトーナメントを進めているという感じになります。でこの8チームが、今日で4チームになりますので、次回は、
レッシュ、あ、4チームが、4チームになるんでしたっけね。で、リフレッシュをして、で、次回は、準決勝と決勝、裏と表の、トップ同士の決勝、それがつまりタイトルマッチになるという形にさせていただきます。なので、トーナメントではありながら、1試合ずつリフレッシュしていくので、この戦いのダメージは引きずらないという形にしています。まあ、これはね、あの苦し紛れの考えだったんですけども、まあ、エントリーするのはね、めんどくさいのはめんどくさいんですよ。でも、試合がしょっぱくならなくていいかなと思ってやっております。まあ、それが苦し紛れに生まれた、別に大したアイデアでもないんですけどね、自分ではこうナイスアイデアと誰も褒めてくれないので自分で言っています。さあ、この2つの対決は当然このポーグがいるということで、流血をさせられるかどうかですね。ラフ戦法3本については当然ポーグがいる赤コーナーの方が有利ではありますが、青コーナーは多分この3人ともラフ戦法には弱いでしょうからね。交互の動き次第というところ、流血、そうですね、10分以内に誰かが流血していると赤コーナーの方が有利というような読みを的にはするんですけども、さあどうでしょう。お互いバランスは、まあ、ここまでね、やっぱり勝ち上がってきたチームということで、お互いもうどっちもバランスは悪くないチームではありますよね。さあ、ハヤブサがカットに入り始めたということは、交互のダメージが色濃くなってきたというわけですね。さあ、トニーホームも出てきました。ここでボルフハンがカットプレーにあまりいかないというところが、青コーナーはちょっとミソなんですね。いいか悪いかはまた別なんですよね。いくらカットプレーに入るのがうまくても、タイミングが悪いとカットできないことが多いですからね。でそう考えると、その分きっちり休めるボルクハンの存在が役立つことがあるかもしれない。であとは、まあ、当然ながらボルクハンが関節技でクリティカルを見せるかもしれない。このトニーホームも多分打撃クリティカルを持っていたような気がするんですけどね。つまり青コーナーは各レスラーが急に試合を終わらせる可能性があるというのが恐ろしいところですね。さあ、グラジとトニーホーム、場外、そうか、場外になるとポーゴ、ハヤブサは早くも椅子を持って、うん、いいですね。たまらずオブラゲイリオブライトが出ましたが、それをグラジが抑えていって、赤コーナーの方はハヤブサとポーゴでトニーホームをぶちのめす。そしてやっぱりボルクハンは出ないと。さあ、10分が経過しました。だいたいここまで、そのこうやってリフレッシュした状態で試合を行った場合、20分から25分の間ぐらいで決着がつくということなので、この10分っていうのはその折り返し地点だと思うんですよね。でその10分で流血してないということは、青コーナーの方がちょっと有利なのではないかとは思うんですけども、さあどうなるか。そして、私オーナーとしてはキラーカーン、藤原義明をエントリーし、おートニーホームが捕まえましたが、これをボルクハンが、おーおー、いいですね。
そのままタックルに入って、トニーホームがちょっとやられそうみたいな感じになりましたね。あ、そうそう、今回、シックスメンタッグマッチで皆さんにエントリーをいただきまして、こうやってね24名のエントリー、そして私が8名エントリーして、まあ、32名最大のトーナメントを開くことができております。で、まあ、これに気を良くしてというか、まあ、前回も言いましたけどね、8人タッグも、いずれやります。ただ今回ねちょっとやったばっかりですからすぐというわけにはいかないです、けども、いずれベルトをまた新設するということで8人タッグ、またトーナメントですね。で、今度こそは視聴者のエントリーだけで32チーム埋まるように、逆に32チームに収まりきらないというエントリーが殺到することを願って、それまでちょっとね気を熟すまで温めたいと思いますので、それまでちょっとお待ちいただけたらと思います。もちろんまた勝ったら、リングに名前を残すという企画、なんか他にねできたらいいんですけども、というのをまたやりたいと思いますので、それまでまたお待ちいただけ、お楽しみ。おお、3人がバックなのでちょっと特別なあれが出ないですね。おお、火炎噴射、これは、青コーナーの方が有利と思われていましたが、徐々に赤コーナーの方がこれは多分効いてやる。しかもこれ、ポーゴの必殺技ですので、あまり出すとこれでクリティカルということもあるんですよね。さあ、そのポーゴの腕を捕まえたボルクハン、当然カットに入ってきます。さあ、このカットに入った後がどうなるか、ボルクハンが捕まりました。あー、決まったボルクハンがギブアップを奪われるという、やっぱりどさくさに紛れたら強いということですかね。試合時間16分14秒クロスアームキャメルクラッチで、ミスターポーゴがボルクハンからギブアップを奪った試合でした。試合評価は 84% で、これで見事、はやぶさグラジポーゴ組ドキドキさんが選んでいただいたチームが、FMW つながりチームですねが勝ち上がり、残念ながら赤松さんが選んでいただいたハン、ホームハンオブライト組が敗退ということになってしまいました。いやー、さあ、じゃあ面白くなってきましたね。では、このまま裏トーナメント、これがだから4回戦になるのかな、ごめんなさい、間違ってたらすいません。では行きましょう。ニタ組とババ組ですね。はい、では試合開始です。3試合目ですね、本日ね。ニタをニタジェイソンレザー組を選んでいただいたのはキラキラパーティーさんですね。エントリーありがとうございます。ちょっと画面が出るのが遅いですが、はい、左の青コーナーの方ですね。で、右側赤コーナーの方は橋本さん選んでいただいた馬場鶴田天竜の、これは全日本プロレス、オールドトップ3みたいな感じですね。オールドというか初期の頃というかね。いやー、その全日本プロレスの、まあ、黄金時代という、まあ、今が別にね悪いというわけじゃないですけども、そのババ時代のこう終盤とかいうところですかね、後期でもあるかな。まあ、ババがエースで引っ張りながら、後に、ジャンボ鶴田、そして天竜源一郎がこう次次世代の担い手として全日で育っていくと。ところが、その鶴田さんが、病に倒れで、天竜は、お金で SWS に、身を投じるというストーリーになるんですよね。その後ね、まさかその時は馬場さんもそんなこと思ってなかったでしょうし、
ねえ、だからこれテッテューさんとしたら気持ちが分かるんですよね。まあまあその時俺よりも鶴田の方がまあそら能力も高いのかもしれへんけど、そっちを優遇するならそりゃ俺は見限って自分をエースとして迎え入れてくれるところに行くぜ、それがたとえお金であってもねっていうのは当然でしょうね。だから前に言ったそのジャパンプロレスで長州さんがジャパンプロレスをまあ立ち上げる経緯になったというのも藤波さんとの関係っていうのがありますからね。だからそう考えたらやっぱりすごいというか面白いというか、難しいですよね。こう2番手でいいですよっていう人はそれだけやっぱりパワーが低いというかやる気が薄いみたいな感じがありますけど、トップを狙える勢いがある人っていうのはその分妬みつらみというか、一番になれないんだったらもう嫌だっていうことにはなりますもんね。はい、まあそういう、まあ言っても会社というか企業ですからね、そうなるんでしょうね。さあ試合の方にちょっと集中していきますが、早くも赤コーナーの方が、2人流血ということで、この流れだけを見ると青コーナーの方が優位に試合を進めているということになりますね。まあこの赤コーナーは各レスラーが能力はまあ高いんですけども、そうですね、一発で決める技が、なかなかないかな。ババはジャンピングランニングか、ネックブリーカードロップ、鶴田はバックドロップで、天竜がパワーボム。そういう意味では天竜のパワーボムで3カウントを狙うか、あとはババの寝技とかもねあるんですけども、青コーナーの方としてはもう単純に痛めつけるという戦法に行くのと、ジェイソン・ザ・テリブルの腕攻撃がどれぐらい出るか、グレート・リタは読めないですね。どういう動きをしてくるか、あとはカットプレーとかっていう意味で言うと赤コーナーの方がカットプレーには長けてるような気がするんですけどね。タッチかな。ジャンボ鶴田がねすぐこうタッチ、おお天竜が引っかかった状態で延髄切り、そしてジャンボ鶴田はそのそこで王はいらないだろうというところでの王ですね。これ昔よく言ってましたよね、王を言ってる間に行けってよく言われてましたよね。まあそう考えたらジャンボ鶴田さんって野心は本当は低かったんですよね。こうプロレスラーとしてもっと上に行こうと、サラリーマンレスラーって言われたり、もともとジャンボ鶴田さんが入団会見の時に全日本プロレスに就職しますっていうのがもう最初からそれでしたからね。天竜さんみたいにこう反骨心でどうこうとかっていう感じじゃなかった。でもトップを取れてたんですよね。運動能力は高かった。まあそれは馬場さんが自分の後継ぎに鶴田さんを選ぶのはまあ当然ですよね。まあそういう意味では馬場さんもしたたかだったという、自分がそういうところがあったからなのかなみたいなこともちょっと思ったりしますね。さあ、このでもグレート似た、まあ、中身は大似たなんですけども、まあ、グレート似たとババっていう図式もちょっと面白いですよね。仕事は全くできなかった似たですけども、ババさんは可愛がったみたいですからね。さあ試合時間が12分経過、このババを攻略するかできるかどうかが、キーポイントになるんですが、この流血しているというところでもうすでに馬場攻略になっているような気もするんですよね。あ、しかしこの合体プレイ、天竜のパワーボム、そして
テキサスクローバーホールド、カットが届かない状態ですね。ただこのタッチプレー、これはどうだ、まだ決まらないですね。まだ大丈夫なんでしょうか。あ、こういうWAR スペシャルですね、いわゆるね。さあ、だんだんカットプレーで6人がリングに上がるようになってきました。ドッキリは、あ、天竜に対して起きて破り、早くもこの試合で出ましたね。こう最近多いですね、やっぱりシックスミンタックマッチだから多いんかな。さあ、あ、これを、すかさず天竜が返す。ここの返すところがいいですね。いや、しかしジェイソンに逆に捕まってしまうというような感じになりましたでしょうか。いや、そうか、ジェイソンが試合権利でしたからね。さあ、場所あわりですが、でも今青コーナーはカットに入らなかったですね。さあ、ジェイソンが、あ、エンズイギリちょっと捕まってる感じ。天竜がここで攻め込んでいますが、先ほどの試合もありましたように攻め疲れで気力が奪われたりして、そこを一気に狙われる可能性もあります。オセロのように一気にひっくり返される。さあ、言ってる間にジェイソンが大技で高々と持ち上げて、パイルドライバーじゃない、パワーボム、そこからタッチにつないで、さあ、レザーフェイスをまだ休ませて、ジェイソンが STF、 これで十分。あー、ダメや、これはレザーフェイスが逃してしまう。さあ、鶴田がカット、あ、タッチ出てきます。さあ、鶴田としてはエンズイギリを決めましたが、バックドロップがなかなか出ていないような気がするんですよね。さあ、バックに回ってバックドロップと思ったんですけども、これはレザーがなんとか耐えた。そしてブレインバスターも、カット、カットじゃないな、でショルダーバスターからつないで、お、ボディープレス、ババが慌ててカット、なんとか間に合いましたね。天竜がカットに入れないということは相当なダメージなのか。さあ、試合権利があるのはレザーフェイスと鶴田、ジャンボ鶴田。さあ、そろそろ試合時間が18分、お互いのダメージが高くなってきた状態。ラリアットから、これはカット間に合わないけども 2.9 で返す。さあ、この完全正統派と完全に異種派、正統派じゃない、非正統派って言ったんですかね、邪道派とでも言いましょうかね。さあ、ジャンボ鶴田が、タッチが早いんですよね、すぐタッチに行く。コブラツイストですが、試合権利があるのはジャイアントババ。さあ、血染め、そして仁王立ちのジャイアントババが、あー、ここで青コーナーに逆に捕まってしまう感じ。これでギブアップはありませんが、カットに入る赤コーナー、ここで捕まってしまうぞ。さあ、20分経過の声で、レザーがカバーに行って、天竜がカットに行きますが、奪われてしまった。現在シングルのチャンピオンであるババがシックスメンタッグではありますが、レザーフェイスに3カウントを奪われるという失態。いやー、なるほど、FFF っていうやつですね、はい、ダブルアームで持ち上げて落とすというやつね、試合時間20分15秒、レザーフェイスが、FFF、トリプル F、いや違うな、からの片エビ固めで、ジャイアントババから3カウントを奪った試合でした。橋本さん、残念でしたが、ここで敗退となりました。いやー、さあ、だんだん絞られてきましたね。では本日最後の試合に行きましょう。剣王組対エディ組です。では行きましょう、4試合目ですね。剣王スペルアストロマークルーインを選んでいただいたのが平さんですね、いつもありがとうございます。で、エディゲレロ二の上正をクリス正信を選んでいただいたのがムツさんですね、ありがとうございます。
このね2つはちょっとトリッキーな2組だと僕は思うんですよね。先ほどが、まあ、あの邪道と、本道って言ったらいいんですかねの2組の対決だったんですけど、これはねちょっと読めない。そして誰もが期待するのはこの青コーナーの2人が得意技、いやじゃない赤コーナーでした、ごめんなさいね、赤コーナー、エディー・ゲレロと井上雅が得意とするチェーズ・イリュージョンがまだ入れていない。果たしてチェーズ・イリュージョンという技はタッグの時にはカットプレイが入るのかどうなのか、これがなかなか見れないという状態ですね。あとはこの赤コーナーの方の控えるクリス・マサノブの椅子攻撃が見れるのかどうか。さあ対する青コーナーの方はこれも剣王という蹴りが得意なレスラーとスペル・アストロですね、唯一のマスクマンである空中殺法ですよね、アストロによる白銀の戦士でしたっけね、白銀の隕石弾、なんかそうでしたね。頭から突っ込むね動画があるんですよ、今でも多分 YouTube にあると思うんですけどね、あのメキシコとか海外の試合なので、YouTube でスペルアストロと A 文字 Wikipedia かなんかを検索してもらって、そこから A 文字でスペルアストロのスペルを引っ張り出してきて、でそれを YouTube に放り込んだら多分ね、前半後半に分かれてる試合なんですけども、でそれで海外特有の床にマットを引いてないタイプの試合会場で場外の相手レスラーディスマルクでしたっけね、アトランティスかなんかその辺の相手もマスクマンなんですけどもに対してスペルアストロが、ラーケブラータは完全に回ってしまって床に足から着地するようなタイプ感じていくんですけども、そのまま、背面式のヘッドバットって言ったらいいんですかね、トペレベルサっていうんですかね、あれはでも背面式で当たっていくのね、背中から背面式で頭を当てていくんですね。これがね全くこう受け身のことを考えてない感じなんです。あれ避けられてたら頭から突っ込んでるんやろうなとかと思ったりするような、受け身どうやって取んねやろうとかっていうような当たり方なんですね。それが僕は好きなんです。もちろんこのファイプロではなかなかちょっと再現できない技なんですけどもね、それがまあ出せるスペルアストロで、このマーク・ルーインは前もずっと言ってきますけどもスリーパーホールドで試合を決めればいいなという願いで作ったレスラーですからね。あ、剣王が対応しましたがこれは長いしない。さあ2プラトンでマークルーニーを場外に出す。赤コーナーは早速クリスが椅子を持ち出しました。さあ椅子攻撃が当たれば当然マークルーニーのダメージ、いやーその前にマークルーニーが捕まる。早速早いな、すぐ次の椅子。あ、おおお、今青コーナーの方、ごめんちょっと見て、ごめんなさい見てなかった、ごめんって誰に言ってんの、ごめんなさい見てなかったんですけども、ハイジャックパイルドライバーが決まってましたね。エディ・ゲレロがなんか勝手にやられてました。全然見てなかったですね。やっぱり場外の方が面白いですね。さあスリーパーホールドを出しますが、試合権利があるのは剣王とエディ・ゲレロ。さあエディ・ゲレロが相手にダメージを与えることができればチェアーズ・イリュージョン、そしてそこからチェーズイリュージョンにカットプレイが入るのかどうなのか。ただまあ可能性としては薄いんですけども、このタッグマッチになったらチェーズイリュージョンが出ないというこう仕様がもしかしたらあるのかなっていうのはちょっと思ったりもしたんですね。ここまで出ないっていうのが、可能性としては低いですけどね。さあエディ・ゲレロとスペル・アストロ、これはスピーディーな展開が見れそうな気がしますけども、さあ10分経過の声が聞こえました。そろそろこれでお
お互いのダメージが出始めるとき、ああスペルソロいいですね。ああいいですね。こういうこうなんですかね、自殺行為ではないですけども、思い切った技がなんとなくいいんですよね。さあこれはカットプレイに入りますが、この辺はチームワークがなんとなくいいような気がします。逆に青コーナーは全く出てこなかったですね。ということはスペルアストロまだ体力に余裕があるということと思えますが、さあバックの取り合いはエディ・ゲレロがテクニシャン取りを 見せるというところ。さあ井上正夫がカバーに入ります。これカットに行きますがカウント1で返す。そしてせっかくカットに来たのだからという感じで井上正夫をボコボコにすると。ちょっと黙りますね。先ほどから剣王がこういい動きを見せているような気がするんですけど、さあ井上正夫、オリアラリアットとセーブありましたね。あ、今のスピンキック一発で、ミドルキックですね、ミドルキック一発で戻りましたね。さあ剣王がエディ・ゲレロに捕まって、お、場外でバックドロップ。これはさあ慌てて青コーナーへ飛び出してきました。今度は剣王が場外でエディ・ゲレロにドラゴンスープレックスホイップ。さあ剣王戻ってきました。おお、いいですね今のコンビネーション、ミドルキックからのそばと、ああいうのがこう偶然で見れるのがなんとなくいいですよね。さあ試合権利があるのは剣王とクリス。さあこのヒールホールドは剣王得意としていますので、一瞬で決まる可能性も言います。ちょっと待って、何今誰が何の起きり破りを出したかわからんかった。バックドロップかなかもしれない、ヘッドバットか。いやちょっと後でまたこれを見ましょう。さあクリスがたまらず赤コーナーに戻ります。これタッチして、そのまま、あ、今クリスが手を出しましたね。あれで捕まえる可能性もあるんでしょうね。さあこれはエディ・ゲレロがすぐにカット、クリスはカットに入れないという状態ですね。体力がかなり減っていると回復を多分優先するんだと僕は思ってるんですけどね。さあ剣王からスペルアストロにタッチ。まあ、ここまでちょっとどうなるかがわからない状態。逆エビ固め、まだ大丈夫か。マークルインがカット、逆にスペル、井上正夫に逆エビ固めを決めます。その間にスペルアストロが休憩。井上正夫もなかなかパワフルな技を繰り出しますので、こういうのが決まるとちょっとヒヤッとしますよね。一気に決められるかもしれない。さあ試合権利があるのは井上正夫とスペルアストロ。マークルインがちょっと立ち上がるのが遅くなりましたね。さあクリス正夫とタッチで、すぐ井上正夫戻りますね。これで丸め込んだんですけども、エディ・ゲレロ今の変なストップです。ステップ、ストップじゃない、ステップでしたね。あの位置が多分なんかあるんでしょうね。さあスペルアストロに対してキャメルクラッチ、カットに来たマークルーインですが井上正夫に捕まる。そこをクリスが井上正夫と一緒にスペルアストロを攻め立てて、赤コーナーとしてはこれは場所がいいですよ。剣王も序盤の疲れが出たのがカットに行けない状況を、ちょっと地味ですがスリーアミーゴスをここでエディ・ゲレロが出していると。さあちょっと入り乱れてきました。試合権利があるのはクリスとスペルアストロのはず。あ、スペルアストロがここで赤コーナーにクリスを登らせて、まあ普通こういうことはなかなかありえないんですけどもね。あ、今のところでスペルアストロが丸め込まれる、もしくは寝技がかけられてると、そうですね、20分経過とともにスペルアストロが慌ててという感じでマークルーインにタッチ。
さあ出てきたマーク・ルーイがスペル、あ、じゃない、クリス・マサノブと打撃合戦、これはマーク・ルーイが勝ちました。さあここでカバーに行きます。一気に形勢逆転となるか、いやしかしカットに入ります。マーク・ルーインとクリス・マサノブが試合権利があるはず。赤コーナーは早々とコーナーに戻りました。さあクリスがこれちょっと有利か。マーク・ルーインもスリーパーホールドなどで決め技がありますが、さすがにそれでギブアップはなかなか難しいはず。さあここ、あーこれはどうだ、決まってしまうか。あーまだ耐えましたね、マーク・ルーインギリギリ耐えています。さあこの辺がそろそろ試合の分かれ道となるか、お互いも一進一退というところ。そしてチェアーズイリュージョンがここまで出ないというのはやはり何かがあると思うんですよね。うわーこれでどうだ、まだ決まらない。ちょっと今ヒヤッとしましたが、マーク・ルーインまだ耐えてみせました。試合権利があるのは井上正雄とマーク・ルーインのはず。さあ試合時間間もなく23分、ダブルアームスープレックスでアピールで気合を入れてからスリーパーホールド、どうだこれで決まるか、まだ耐えましたね。このスリーパーホールドにはなかなか決まらないはず。さあ逆エビ固めですが、これはマクルインがブレイク、なんとか。おお、井上正雄の起き手破り、1試合で2回目の起き手破りが出ましたよ。なるほど、これが確認できました。しかしそれでは決まらなかった井上正雄とマーク・ルーイン、もうかなりお互い、あー井上正雄ここでコーナーから落ちるというずっこけ技を見せる余裕があるのか。さあラリアット、オリアラリアット当たりません。バックブリーカーからの逆エビ固めですが、マーク・ルーインまだなんとか耐えている状態、カットは入れない。エディ・ゲレロとスペラストロがもつれ込んで倒れましたが、試合権利があるのはマーク・ルーインと、これはどうだ決まるか、いやまだ耐える。さあ喉がちょっとおかしくなってきました。25分が経過しています。ダブラムスープレックスで両者入り乱れている間にマーク・ルーインが投げましたが、井上正雄も返す。そしてブレンバスターで場外に落ちる。これは青コーナーの方が場外で有利、剣王が襲いかかりますが、マーク・ルーインとエディ・ゲレロがリング内で、さあ合体攻撃でマーク・ルーインじゃない井上正雄がダメージを食らいますが、さあカウントはどうなる。あーがありましたね。あ、チェーズ・イリジョンが出ましたよ。マーク・ルーインにエディ・ゲレロが仕掛けました。井上正雄は関係ないけども、カットプレーには誰も入ってこない、まあ試合権利がないということでしたからね。なるほど、試合中にチックスメンタックマッチでも出るということが決まりましたが、井上正雄が、いや今のはチアズイリュージョンが布石となったのでしょうか。井上正雄がマーク・ルーインを仕留めたということになりましたね。試合時間27分12秒、かなり長い試合となりましたが、キャメルクラッチで井上正雄がマーク・ルーインからギブアップを奪った試合でした。試合評価は 96%、平さん残念ながらここで敗退となりました。ムツさんはおめでとうございます。まだチェアーズイリュージョンがカットされるかどうかという検証は続くということになりました。はい、というわけで本日も4試合お届けしました。おさらいをしてお別れとしましょう。まずカーン組とハヤブサ組が勝ち残り、これが、表トーナメントの方ですね。で、ニタ組とエディ・ゲレロ、こちらが、裏トーナメント敗者復活組と言ってもいいでしょうね。で次回この、4チームが、リフレッシュした状態で、トーナメントを戦い、でその後一旦カットという形にして決勝戦、つまりタイトルマッチを行うというところまでやりますので、次回もお楽しみということになります。はい、
いやー長かったというか、これで12回分ですね、になりますが、いよいよ優勝がこの4チームに絞られました。オーナーとして、まあ、余談ではありますが思うのは、重ならなかったなと、メンバーがね、それがすごくこうちょっと面白いなというふうに思ったりもしますが、あまりダラダラしても仕方がないので、この辺でお別れとしたいと思います。またよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございます。今回はこの辺で終わります。ではまた。